チームながらキャプテンとしてチームをまとめてきました。キャプテンカミル、今年のチームの強さを教えてください。まあ、本当に春先から、精神的にも技術的にも成長してきましたし、どんな場面にも動じない強さが身についてきたのではないかと思ってます。来年もう一つ見逃さない J1 です。キャプテン解説から一言メッセージお願いします。今日本当にこんな最高のメダルを作ってくれてありがとうございます。J1 でも本当に全員の力でこういう舞台をみんなで楽しんで J1 を戦っていきましょう。今日はありがとうございました。